みんな、大阪城に退避できたようだぜ。さあ、目指すは徳川本陣。行きましょう。マッシュも行きます。置いていって、立っちゃいますよ。真田の戦こそ我が生涯。いつかまでもお供しますぞ。よくぞ申した。 徳川に存分に競うしてやろう。逃がす責務を全うし、忠義を貫く。誠の勇士と槍を合わせられば強化。真田の覚悟、静ヶ岳七本槍の勇士に称賛を受けるとは思はゆ。いざ勝負。 真田の意地を見たか。開門。本陣は近い。行くぞ。死の果てまで追いかけてやるわ。 追いすがる敵か。徳川に歯向かう届け者め。さようなご勢でこの方位を突破しようなどと。この程度で囲んだおつもりか。我が槍でたやすく切り裂いてみせよう。無粋な連中ですね。お任せを。 技についてこられるものはおるまい蹴散らしてやる。はい、雪村様。なんか私は雪村様の一番の忍びですから。これ好きの傷。ライヒ、 この傷で使うのは無理だ。今はこの場を切る。ならば傷を手当てして戻ってまいります。雪村様、それまで死に召されるな。雪村様、こちらをお持ちください。一時引くわしには 必要はありません。おお、ナイキの丸薬はことのほか効くな。真田の位置を見たか。あれは敵の歩兵部隊。 雪村様に知らせよ。真田の覚悟か。真田の石膏か。即刻切り捨てろ。雪村様、この炎は今から。 敵に囲まれていた。来られたか。高虎殿、重氏、ナイキ、家臣の敵は取らせていただく。ああ、小作だ。貴様の意地が奴らを殺したのだ。 貴様の意地がチャチャ様を苦労なさるな。我らの生き様、そこまで安くはない。ナイキ、そなたの戦果のおかげだ。ナイキ。
雪村の首を上げ、一番の手柄とせよ。 我が首が欲しくば相応の覚悟を持って挑まれよ。 言葉と志は我が身に届きませんぞ。雪村は死に場所を求めていた。雪村はそう言っていた。古くて雪村、真田の意地を見たか。 真田の意地を見たか。 定めを、この度も打ち表わせていただく。敵将、討ち取ったり。さすがに疲れ果てたか雪村。悪く思うな。捨て込ませてもらうぞ。 力を受けたところ、まさにと、お相手いたそう。身内があれば引き受けよう。悔いのない勝負をされよ。かたじけないお言葉、あれば全力で敵将、打ち取ったり。 真田の意地を見たか。 天下無双の強者なり。その勇姿は竜の目にしかと焼き付けられた。安心して知れ、戦国最後の物語よ。ありがたきお言葉なれど、我が望みは勝利のみにて。あの戦ぶり、やつの覚悟か無双のものの負荷。 真田の戦ぶりよ。 真田の意地を見たか。
勝利を我が手に。まだ進むのか、まだ勝つ気でおるのか。雪村、貴様は日の本一の大バカ者じゃ。だろうな、雪村。これいずれにものがあるよ。主だけではない。徳川の精兵とはこの程度か。私はまだこうして立っているぞ。貴様、討ち取ったり。面倒だ。守ればいいんだったな。本気で来い。勝てるかもしれない。聞かせてもらおう。傲慢といわばゆえ、お主らの意地を踏みつけに、私は太平を守る。
討ち取ったり。正気をこじ開けてみせる。そう、討ち取ったり。という強さよ。万格の本来強気だ。SANADA の戦ぶりよ。 SANADA の意地を見たか。 叶う相手ではなかったか。 私も同じこと。そこは断じて譲れませぬ。